ゆいさん。じゃあ行ってくんで、グリザン行ってきますよ。あったかいな。ハロー横浜、おらごちゃごちゃ考えてるぞ。さあ、こぞおらい行かせてもらうぜ。ギャス、皆さんこんにちは、こんばんは、なにわのひろっくです。いつもご視聴いただきありがとうございます。至らないとこだらけですが、本日も最後までよろしくお願いいたします。はい、え、角刈り、あー忘れちゃった、角刈りの頭忘れちゃったよ、せっかく角刈りで入場しようとしたのにというわけで、今日は角刈りを忘れてしまいまして、誠に申し訳ございません。ですが、気持ちは角刈りのまま、本日もディスクアップ生活やっていこうと思いますんで、最後まで応援のほどよろしくお願いします。いやー、コロナウイルスの影響でね、ほんと大変ですけども、まあ、なんとか、収支の方はプラスをキープしているということで、ただまあ、一歩間違えたらもう悪魔の代なので、やっぱりその時の状況ですね、波をしっかりと読んで、基本的にはやっぱり2000万円出たら、逃走する準備に入るという形でやっていこうと思います。それでは最後までお楽しみくださいませ。ワイドー、ごちゃー。いや、そうなんですよ、角刈り。え？ズリでー、あー、角刈りいってきまーす。さあ、行くぞ。
ちやろもん。
戦終了ということで、お疲れ様でした。最後のね、第3ショートのスイカで、まあ、あの波やったら当たるはずなんですけどね、あそこで。もうあれがやめ時でしたね。あれで ART 終了、転落、そして即やめっていうのが一番良かったかなと思いますが、まあまあね、多少回すのは仕方なかったと思いましょう。今日はいいやめ時で終われたかなと思います。はい。やっぱディスクアップ、まあ、ここ最近はですけどね、ここ最近はまだ悪魔モードに入ってないので、やっぱり甘いのかなって思いますね。ビタ押しがそれなりにできたら、たまたまでしょうけど、台の選び、台の選別も、まあ、いいんでしょうね、今のところは。やっぱりこう、下がり調子より上がり調子の台を選ぶっていうところで、今立ち回ってますんで、まあ、この調子で引き続き頑張っていきたいと思います。あははは、よかった、本当によかった。今日も破産手続き行かなくて済んだ。やばかったよ。一歩間違えればお先真っ暗。よかった。最後に久しぶりにディスクアップあるあるをやって終わりたいと思います。ディスクのあるある言いたいよみんなに、めちゃくちゃ言いたい、もうここまで出てる。ディスクのあるあるむちゃくちゃ言いたい、今すぐ言いたいよ。ててててディスクの今から言うよ、ビタ押しミスったらみんな首かしげてる。んというわけでまたお会いしましょう。お疲れ様でした。ありがとうございました。